はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、セブンイレブン期間限定っていうか、結構前なんだけど、これ買ったの。何ヶ月前かな、わかんないけど、期間限定と書いてありまして、クリアクーラーっていうね、108円で確か売ってる、セブンイレブンの限定のチューハイということでなってます。こちらのまあ限定の味のすだち味ということでね。徳島県産のすだち。氷点凍結仕込みの、果汁が 0.1%、アルコール度数 6% のですね、すだちさん。2016年11月から2017年1月までの出荷予定と書いてありまして、もう多分もう終わってる。終わってる可能性が高い。もう売ってねえんじゃねえよ、これ。紹介して意味あんのか。果実の風味をより感じていただくため、氷点凍結仕込みにフルーツスピリッツを加えています。と書いてあります。原材料がウォッカとシークワーサースピリッツとすだち果汁と、糖類と酸味料と香料となっております。これ微妙に気になったのが今、すだちっていう味になってんのに、シークワーサーが、のスピリッツが入ってるっていうね。何?まあ、ぶっちゃけそこまで、ね、すだちとシークワーサーの違い俺全然わかんないですけど、多分味もわかんないんで、まあいいでしょう。まあいいと思います、別に。ほんと、すだちとさ、シークワーサー、何が違うのって思うよ。あとライムね。あとライム。何が味違うかって、まあ、多分あんまりわからない。で、乾杯。香りかな?ライムとね、すだちの香りは、違いはわかるような気はするんですよ。で、引き続き、ケンタッキーを食べておりますが。多分ね、ライムとすだちの違いはわかるんだけど、すだちとシークワーサーは、多分何も違わないと思う。個人的に。うん。多分。うん。もうぶっちゃけすだちの英語がシークワーサーだと俺は思ってるから。うん。もはや、実はそうなんじゃないかっていう。実はシークワーサーはすだちの英語読みだった、みたいな。うん。しっかりすだちの味して、香りもするし、すごい、香りも強いし。うん。で、甘みも、まあ、甘みというか砂糖。これ、甘味料使われてないんですよ。クリアクーラーはね、俺好きなんですけど、まず安いこと。と、まあ、コンビニで売ってて108円でチューハイってなかなかないんですよ。うん。これはね、すごい、レベルが高い。うん。まず安いことと、甘味料は使われてないこと。そして、まあ、甘いってことですね。うん。そこそこに甘いっていうことです。これは結構重要ですね。この三つは。甘味料使われてると甘すぎたりするんですよ。で、最近よく見るのが、まあ、ゼロ、なんとかゼロとか、ドライゼロとかさ。ああいう系はもう 100% 甘味料が使われてて、やけに甘いと。とにかくやけに甘い上になんか変な味がする。甘味料ダメ人間なんで、俺は。本当に。なので、甘味料が使われてない
ていうのはかなりでかい。うん、さらにアルコール度数も 6% と、かなりじゃないけど、そこそこ含まれている。これをいい。そして、程よい甘さがあり、程よく甘い。まあ、程よく甘い。程よくこの、砂糖の甘み。というね。うん。これは実に、レベルが高い。コンビニの商品って、普通に売ってる、スーパーとかで売ってるやつよか、まあ、だいたい 1.2 倍ぐらい高いじゃないですか。でも、これは108円なんですよ。ね。だから、クリアクーラーシリーズは本当に美味しい。アサヒ。アサヒクリアクーラー。これ宣伝しとかね。宣伝っていうか。うん。セブン&アイはね、本当にこれすごいんですよ。マジで。うまい。普通にうまい。このすだちのすごい香りは強いっすね。マジで。クリアクーラーは本当にあのレベルが高い。いや、うん、まあ。うん。あのね。これセブンイレブンの商品っていうか、まあ、アサヒビールと共同開発なんだろうね。なんだけど、これアサヒなんですよ、結局。アサヒビールが、チューハイを作るっていう、ね。で、俺、アサヒのチューハイって嫌いなんですよ。ぶっちゃけて言うと。まあ、今売られてるやつだと、アサヒのチューハイって、もぎたてっていうチューハイね。収穫後24時間以内の、作汁って書いてあるんですけど、まあ、それが売りのやつなんですけど、これは実はですね、まあ、これもう飲んで、もう一生買ってないんですけど、一生買わないと思ったんですけど、甘味料が含まれている。ものすごく甘いっていう。最悪のね、まあ、アルコール度数 9% ってなってるんですけど、ものすごく甘い。うん。ものすごく甘い。甘味料が入ってるんで、もう確実にもう買わねえっつって。もう二度と買わねえよっつって、ボケーって感じなんですけど、そのもぎたてを筆頭にですね、辛口焼酎ハイボールという、まあ、タカラの焼酎ハイボールの完全パクリ版の劣化版なんですけど、これも非常にまずい。うん、で、まあ、あとは、もういろいろカクテルパートナーとかね。あと、もうひどいのしかないという。ハイリギーストロングとかさ。唯一許せるのとしては、ハイリキ？中ハイのハイリキのオリジナルのやつ。かなり古いやつ。まあ、これはまあ、ほぼ売ってないんで。レア中ハイなんで、まあ、置いとくとして。あとは、カルピスサワーっすかね。俺が好きなのはカルピスサワー。あと、ウィルキンソンの、トニックウォッカっていうやつ。以前飲んだやつですけど、赤印の赤色のやつですね。これは非常に美味しかった。ので、まあ、その2種類ぐらいしか、好きなチューハイがないんです。アサヒのチューハイは。もうアサヒは、もうお前、チューハイに手を出すなっていうレベルなんです。うん。もうお前ビールやってる。ビール、
ビールでいいよって。うん。今んとこ、朝日のサイトには、17種類の、まあ、ブランドっていうか、ブランドじゃねえ、チューハイのシリーズがあるんですよ。17個。うん。17個ね。の、その、いわゆる、もぎたてだったらもぎたてで1個。辛口焼酎ハイボールだったらもう1個、みたいな感じで、その味を含まないのが、その何種類、17種類あるんで、17種類の中で好きなのが2種類しかないっていう。うん。現時点で。で、こちらがクリアクーラーは、これでもまた1種類なんで3種類ですね。結果として3種類しかない。うん。で、こちらはですね、本当に、アサヒの中で、多分、正統派チューハイって俺、勝手に名前つけるんですけど、正統派の、チューハイ。まあ、キリンとかで言うと、あれキリンだったっけ？氷結とかね。うん。だから今、アサヒの正統派チューハイって、もぎたてしかないんですよ。ブランドが言うには。ただし、このもぎたては甘味料が含まれてるんで、俺の中ではもう、正統派チューハイとは思ってないんですよ。だから、そうっすね。正統派チューハイって、朝日に、あんの？まあ、とりあえず正統派チューハイの、俺の中で行くと、多分、チューハイの入り気。これが、多分、正統派チューハイ、一つ。甘味料が入ってない、チューハイ。で、なおかつ、レモン味がある、というチューハイです。レモン味もしくはグレープフルーツ味がある。チューハイ。あと、春夏絞りっていうやつかな。朝日だと、ね。これなかなか見ないんですけど。うん、まあ、これは、俺も以前飲んだことはあったんですけど、まあ、甘味料は含まれていないという、うん。で、どこでも手に入れられて、なおかつ、その正統派チューハイが俺が思ってる正統派チューハイってなると、もうこれになる。このアサヒクリアクーラーは、まあグレープフルーツ味とレモン味があるんですよ。で、まあ、そうっすね。まああとはウォッカを使ってるってことか。うん。うん。ですね。まあ、チューハイといえば、ウォッカが焼酎を使ってるのが、まあ、大体普通なんですけど。うん。まあ、別にどっちもいい。そういえばどっちもいい。うん。まあ、個人的には、焼酎の方が好きなんですけど。まあ、ウォッカでも別にいいかな。でも本当に、これも、癖がなくて非常に飲みやすい。特に変な香りもしないし、うん、安いからつって、別状、変な香りがしたり、ね、するわけでもない。非常にレベルが高い。うまい、これ。普通にうまい。うん。このね、普通にうまいっていうのがね、非常に重要で、うん、これはおすすめっすね。これはおすすめっすね。はい。2444です。ご視聴ありがとうございました。